四時期はぐろ神社は、長崎県新上後島町、大田郷に鎮座する神社である。倉藤玉神、時分け狼を主催神に祀る。社元創建は、天正三年。東郷は、明治初期まで、奈良尾東係に属しており、同、東係内、岩瀬浦郷鎮座の四時期はぐろ神社からの分例と、推察できる。かつては、郷内別地に鎮座しており、 漢文九年に神体として、第二如におら音菩薩を祭り、四時期ハグロ門元宮と称していた。明治に入ると、神仏合資金指令に伴い、二代の仏像は、別伝され、境内者、四時期ハグロ門元宮として祀られている。その後、新たに神体を奉仕し、社号も、大田神社と改称したが、社号にブラク名を使用するのは、恐れ多いとして、 昭和30年11月10日に、四時期羽黒神社に、再び開称し、現在の宮所のに奉仙した。明治7年5月5日、無覚者となる。10月23日、24日の例祭には、有川神楽が奉納される。有川神楽は、国の選択無形民族文化財にも指定された、後藤神楽に含まれる。経代者、四時期羽黒権現宮経代者、 みたらし神社、下社その他の大田号の神社に、琴平神社、恵比寿神社、同郷、宗の島鎮座のみたらし神社がある。また、隣接する有川里に、有川神社がある。ありがとうございます。